大津市立滋賀中学校は、滋賀県大津市南線路にある公立中学校。平山六の大津市南線路に位置し、3万9000平方メートルの敷地を有する。鉄筋3階建ての4棟からなり、屋内体育館が設置されている。校区が広いため、全生徒の約8割が、古才線を利用して通学する。中学校の名前にある滋賀の名前は、 気戸出身で行事の祖とされる、志賀清林の名に由来する。交渉は、志賀清林や志賀町の志を図案化したもので、学を志すという意味を込めている。現在の志賀中学校が建設されるまでは、和日区の今塾に志賀中学校が置かれ、文校が南小松に位置した。しかし、 こうした文校がある状態は、滋賀町の教育や財政にとって非効率な状態であったため、本校と文校を統合して、新しい中学校を建設する計画が持ち上がり、1972年に滋賀中学校建設促進委員会が,が設置された。滋賀町内に複数の建設候補地が上がったが、一本化することができず、添田博之町長に一任された。 1973年4月17日に開かれた臨時の町議会で当時位置していた滋賀町の南部では地下が高騰しているため現時点での中学校建設は困難とし木戸地区の放来付近に建設することを表明した。そして関係議案は同年6月の議会で多数決により議決された。この決定に対して和二地区は当初反対の意を表明していたが、 琵琶湖、ローズタウンの建設に伴い、ワニ区にも中学校を新設する予定であり、そのために基金を積み立てるという町長の現地によって移転に同意した。しかし、基金積み立て条例案は、滋賀町北部の議員が多数工作を起こして採決が引き延ばされ、同年11月には町長の発言に反するとして、中学校移転反対規制同盟の結成に至る。 移転同意の条件である南部地区での中学校建設のための基金案は議会で曖昧にされ継続審議となった。その結果、同盟は町長に対し和ニ地区の全役職者に対して辞表提出、町行政事務のボイコット、納税拒否などの文庁運動を展開するようになる。事態を重く見た滋賀県が収集に乗り出し、現行者は ワニ公社として存続すること、老朽化した現行車は、早急に回収すること、琵琶湖ローズタウンの公共投資金、約2億6千万円は、ワニ公社建設の基金に積み立てるの3条件を提示した。これに対して、ワニ地区はこの案に従う意向を示したが、北部の小松地区選出の町議が中学校統合にはならないとして反発し、 町長も1974年3月22日の定例協議会で3条件を撤廃して別の妥協案を見出すと表明した。事態の深刻化が懸念されたが、県は円満解決を強く求め、3月26日に町長と同盟会が3条件を再確認し、交換文書に調印、同日に町議会も了承した。1974年6月には、 町長改選の選挙が行われ、中学校統合問題を争点とし4人が立候補。したが、旧木戸村蓬来地区に新校舎を建設すると公約を掲げた現職の添田が、町長に再選された。1978年の統合開校を目指して、地主30人から約4万平方メートルの用地買収も開始された。この時、 ワニ区は、滋賀県定時の調停案が守られていないとして、再び建設に反対していたが、1975年6月19日に、県知事の竹村正義が、立会人として、ワニ区に一校を新設する、1977年までに、建設に着手する、1979年4月には、開校する協定不履行の場合は、 和日区の分庁を認めるなどとした協定書が市賀町と和日区で調印された。しかし、幼稚買収では一部の地主から同意が得られず、10月7日には一部未買収のまま寄稿式が行われた。幼稚買収の難航に重なり、買収に絡んだ不正疑惑も持ち上がり、1976年1月6日に和日区の代表7名が地方自治法に基づいて、 監査請求を待ち監査委員会に請求した。一方で、町長は事実無根であると声明を前年12月22日に表明しており、監査請求が出された翌々日の1月8日には、用地買収の目途が立たないことから辞意を表明した。また、監査委員も町長不在の中で辞意を表明し、調整は混乱した。1976年2月22日に、 町長選挙の投票が行われ、元町長の山本中八が当選した。新町長は、統合中学の建設を進める一方、町と和二地区で交わした、協定書通り和二中学校を、昭和52年度に、町独自の予算で着工したいとし、建設費として、琵琶湖、ローズタウンから1億円を基金にすると表明した。こうして、百七十七年四月四日に、 統合中学校が完成した。ありがとうございます。